時川町生と緑の創造センター。時川町星と緑の創造センターとは、埼玉県引き郡時川町、旧時川村が国立天文台から施設の老朽化、周辺環境の悪化や大型観測施設の稼働等によって閉鎖された同平観測所の譲渡を受け、キャンプ場等を整備した施設の名称である。 一等三角点のある標高875.8メートルの同平山の山頂に位置する。三鷹キャンパスをはじめとして、東京からの交通のアクセスが良く、数また冬場の晴天率が高いため、岡山天体物理観測所と並んで、日本の天体観測をリードしてきた観測所であった。 岡山天体物理観測所が主として、文行観測等を中心に行う観測施設として、開設されたのに対し、同平観測所は主に光電観測を主目的とした。初代所長は、広瀬秀夫だったが、1963年4月1日から、東京天文台長を兼任したため同大来は1年に数回しか来られなかった。このため、カホシが開所以来、 同平ら世話係となって91センチ望遠の観測プログラム作成、建物の使用や補修、外部機関との接触等を担当した。最初の1から2ヶ月の間には観測台が止まらなくなって電気操作板に突き当たって電気操作板が壁の金属板にと当たるまで押されたり昇降床が止まらなくなって望遠鏡本体との間に人が挟まれそうに なったりといった事故があったという。設立以来様々な観測機器が、同地に設置され、数多くの天体現象の観測が行われた。光景は小さいが、惑星観測を、はじめ、小惑星観測、突発天体現象等の観測では、多くの成果を上げてきた観測でもあり、天皇星のリングの発見の際には、本観測所の望遠鏡も参加したことが知られている。 現在は撤去されて存在しないが380ミリ口径のレーザー望遠鏡も設置され、この望遠鏡はアポロ計画によって月に設置された反射器との間でレーザー構成を反射させることで精密な月との距離測定に用いられることが目的であったが思うような成果は得られなかった。原因としては観測地の気流並びに大気の状態が良くないため、 レーザー光が散乱されてしまったためであると推定できる。この現象を逆に利用して大気の観測を行う装置レーザーレーダーが環境省国立環境研究所茨城県つくば市に設置されいる。なお、この観測と同様の観測が海上保安庁海洋情報部付属下里水路観測所 和歌山県那智勝浦町で今も行われており、得られたデータは理科年表等で公開されている。現在では撤去されて存在しないが、合計50センチメートルの国産初の日本工学工業、現ニコン製大型、シュミット式望遠鏡や人工衛星の軌道追跡用に、スミソニアン天体物理観測所によって、 世界各に設置された、海一と極めて明るい米国パーキングエルマー製の、ベーカーナン・シュミット式望遠鏡などが設置され、観測に使われた。これらの写真の一部分は、今でも、同大らに展示されている。シュミット式望遠鏡は、東京上野の国立科学博物館に、ベーカーナン・シュミット式望遠鏡は、姫路科学館に保存されている。 基礎観測所が解消されるまでの期間は3メートル極望遠鏡による観測も行われた。都市部の郊外への膨張に伴い、空のコンディションが悪化したことや大型観測施設の稼働等によって同観測所の存在意義が薄れ閉鎖されることとなった。正確には大型観測装置群の運用経費が行政改革の折、年出が難しいため大型観測装置の維持を目的として、 国立天文台は閉鎖を決断した。国立大学を中心に引き取り手を探したが、観測施設としては引き取り手がなかったため、91センチメートル観測ドームを含めた施設は全て取り壊してさら地にし地主であった、小川町、時川村、現、時川町、東秩父村へ土地を返還することとなったが、 しかし当時の時川村の強い要望により2000年9月1日付で観測ドームを村へ上とすることになった。その後、2001年より旧時川村では農林水産省の補助を受けて森林体験及び林業体験施設として整備を進めていった。すでに研究目的の天体観測施設としては役割を終えており、同平山町としての地形を生かした。 森林施設としての整備が完成し、2005年4月1日より、天体観測施設から、一般利用客のためのレゲーション、森林体験及び林業体験施設へと、生まれ変わった。観測所の主観測装置である91センチ反射式望遠鏡は、初期には、セルシンモーターを用いたアナログ式制御装置であったが、1990年代初頭には、 デジタル式へと改良され、38年の長きにわたり、観測が行われ続けた。開所当時、日本工学工業株式会社、現ニコンは、91cm 反射鏡を2枚、製作し、1枚は、岡山天体物理観測所の 91cm 反射望遠鏡に、もう1枚が、同大らの 91cm 反射望遠鏡に、納入された。 91cm 反射望遠鏡本体については相当の老朽化は進んでいるが、ほぼ初期の性能を維持しており、星空観望会の日には、現在も繊栄な像を見ることができる。国立天文大道平観測所当時の種、観測装置の使用を以下に記述する。主望遠鏡、91cm 反射式、天体写真儀。日本工学工業。 原理根性。設置当時の本望遠鏡の最大の目的は写真にとしての活用であった。そのため、主商店でのコマコレクターとしてのロスレンズを通した主商店撮影やカセグレイン商店での写真撮影を行うための機材が現在でも残っている。カセグレイン商店のフォーカシングは通常の手元のドローチューブでの調整以外に 副鏡の電動フォーカシング機能が制作当初から装備され、精密な天体写真の撮影、さらに大きく焦点位置を移動させる必要がある大型観測装置による観測が行われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。